おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決ですゲーム最終章 A パートを続きやっていきたいと思います。前回ねマップを見ながらおさらいして動画を終わろうかなと思ってたらちょっと先に進んじゃったのでここで止まっているっていう状態なんですけど、全部の部屋行ったけどまだなんか全然情報つかめないねーっていうところで終わったんで、まああれだ、まだ行ってない部屋があるんじゃないかってところからねやっていこうと思います。おかしいな、すべて行ったはずだけどまだ行っていない部屋が、入れ違いで下の階へ。まだ行ってない部屋があるんじゃないですか。まだ行ってない部屋があるのか。例えば隠し部屋のような。そう、絶対あると思うんだよ。図書室とか門の奥とかね。そういえばこの5階のマップ4階と比べておかしなところがある気がする。棺のあったエリアがないっていうとこであればやっぱり図書館から繋がってるんじゃないかな。あの部分だ。え、ここ?そうだよね。ここだ。4階と構造がそっくりなのに、5階には中央の部屋がない。もしかしたら、書いてないだけかも。ありえるぜ。じゃなきゃこんな似た構造にする意味ねえしな。4階と同じ構造なら、中央の部屋に繋がる部屋は一つしかないね。図書館です。じゃあ行こうか。図書館、レッツゴー。この入り組んだ図書館、中央の部屋があるとしたら、こっちだ。あった?どうなんだ?おっと!本当に、部屋がありました。隠し部屋なのかと思ったわ。あの本入れることで現れると思ってたけど、普通に行けるんだね。ママは、いねえぜよ。いないね。これ時計?あ、調べられないわ。モニターには文章が表示されている。棺管理システム。青、人間。赤、人形。木、空室。ほう。なんだ、これ。人間が混じってる。机には首輪が置いてある。首輪?ちょっと待って。こんな怪しいもの取っちゃダメだ。ごちゃごちゃしたスイッチやつまみが並んでいる。ふむ。ちょっと待て。モニターには墓地や交番など今まで行ったことのある場所すべてが映っている。うわ、監視カメラの映像でしょこれ。やらしい。どうやらここはフロアマスター用の部屋みたいだね。ふんふん。この辺は大丈夫。スピーカー、適当に触ってみるの前に首輪かな?首輪取ろうか。おい。首輪を手に入れた。罠じゃない?爆発しない?ビビんなって、持っていこうぜ。分解できれば、解除の方法も見つかるかもしれないね。まあ、実際、そうくんね、解除できてたからね、首輪。それこそ爆発したら、ボーン!うやい!ふざけんなよ、バカ!遊んでる場合じゃねえぜよ。とりあえず危ないからおまわりさんが持っておくね。わお、なんかついたね。気になるけどまずこっち。ごちゃごちゃしたスイッチやつまみが並んでいる。ふむ、はい。ダメだ、適切な操作をしないと何も起こらないみたいだ。おーい、サラ、それで罠とか発動したらどうするんだ。危ないところだったな。サラちゃん、ちょっと、軽率ですよ、行動が。じゃあ、この赤いやつ触ってみるか。モニターの画面が赤くなっている。なんだ?おっと?そうくん!ついにそうくんの人工知能が。まあ、そうって書いてあるけど。あ、呼んだ?そう、さん?あ、こんにちは。君たちは、誰?なんだこいつは、人工知能か?僕は月見シン。はじめまして。月見シン、ソウさんの本当の名前だ。僕に何か用かな。そんなにみんなで見られると恥ずかしいよ。ソウさん、カンナのこと、わかりますか?ソウさん、
めん、よくわからないよ。誰なんだい？君はデスゲームについてどこまで知ってる？デスゲーム？何それ、物騒な話だね。何も知らないっぽいね。違う、似てるけど、ソウさんじゃない。多分これは初期化された人工知能なんじゃないか。何？人工知能は情報や性格をアップデートすることで現実の人間に近づけるんだ。つまり今目の前にいるソウはデスゲームをする前の何も知らないソウ、いや偽名すら使う前の月見真なのか。さっきから何の話？これじゃあ情報なんて何も知らなそうだぜ。いやでも初期化されてるってことは逆にその私たちが消される前の記憶を持ってる可能性もあるかもしれないよね。それでも情報が欲しい。何かないか？月見真について、ママについて聞いてみようか。ママについて聞こう。ママ、つまり本物の日和荘について教えてください。さっきから言ってた荘ってやっぱり日和くんのことなんだね。実は知り合いなんだ、詳しく知りたくてね。彼は怖い友達さ。友達？高校の時かな、学校で出会っていつの間にか話すようになってた。でも彼の目を見るととても心がざわざわする。怖くて汗が出て不安になる。彼はそんな僕を見てすごく楽しそうだった。それって友達なんですか？後から知った話だけど彼は同じ学校の生徒ですらなかった。怖。彼が何者なのか本当の意味では何も知らない。彼の家でたくさんのことを学んだけどね。長い付き合いなんだね。でも彼はある日死んじゃった。何をしてるのかな。おー、出た、現れた。いやあ、殺意は上々？ママ！それは僕のだよ。慣れ慣れしく会話しないでくれる？なんか、ソウ君に執着してる感じがすごいな、この人。ごめん、すぐ消えるよ。あ、ソウ君！さてと、ねえ、その首は返してくれない？これ、ソウ君のやつなんじゃないの？もしかして。なくなると困るのかい？だってそれ、僕のつけてた首輪なんだ。あ、そうなの？僕だけ安全だなんて寂しいよ。返さなくていいぜ。外せたってことは、調べりゃ解除方法も見つかるかも。やれやれ。それは死者の首輪で、君たちの首輪とは構造が違うのに。仕方ないから予備でも使おうかな。自分からつけるとか正気かよ、お前。それに、随分余裕だね。敵陣に乗り込んで、怖くないのかい？怖いさ。だから拳銃も持ってるよ。弾丸は4発。な、大丈夫。勝てば晴れて君たちは次の回へ行けるよ。僕も頑張って一発につき一人。最低4人は道連れにしたいな。さ、やろうか。本当に、やるのか。戦う他の方法を考える。こっちとしては心が痛いけど、ソウ君の人工知能を振り回したら、みどり君怒るんじゃないですか？ママ、ブチ切れるんじゃないかな。ママぶち切れるかオロオロするかするんじゃない？って思うんだけど。まあ、戦うっていうのはなんか得策じゃない気がするんだけどな。別の方法考えようか。他の方法は、ないのか。え？お前は、こんなただの暴力で満足するのか？ママ。
ママは動揺している。ルールを決めて戦おう。神聖なデスゲームなんだろ、これは。やっぱり君は最高だね、サラさん。怖い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 。そうだな。じゃあ、鬼ごっこにしようか。ママはポケットから何かを取り出し、ボタンを押した。え？おっと？赤いシグナルが点滅した人が、鬼さ。またこんな！きっかり1時間後に鬼だった人が負け。シンプルでいいでしょ？負けたくなければ、誰かにタッチすればいい。待て！まだ何か質問？その、はっきりさせて、本当にタッチで鬼は映るの？増えていったりしない？試してみれば？待て！追いましょう、サラさん！追わなきゃ。なるほど。まずセーブ。サラちゃんが鬼か。なるほど。他の人に触りたくないよね。まあ、とりあえず図書館。一声言ったにゃん、わかめ頭！みんな止まってください。足音を聞いて行き先を探りましょう。あー、すごい爆音が。うるせえ。なんだこの音。聞き取れねえじゃねえか。ねえ、あれって何かな？ママがいたぜよ。ううん。ほら、あっち。何かが近づいてき。おーっと、妨害者かな？絵本！本が襲ってきた。だあ、部屋もうるせえし、何なんだよ。大丈夫。相手はたった一冊さ。落ち着いて対処して、ママを追おう。今は目の前の妨害者に集中しないと。本は宙を舞っている。多分うるさいっていうのが原因なんじゃないのかな。この音のせいで動き出したとか、なんじゃないって思うから音を止めればいいような気はするんだけど、とりあえずみんなの話聞いてみようか。雑音が気になってしょうがねえ。まずは音の出どころを私が探ってやるよ。うんうん。怪しい匂いがないか僕の鼻で探すにゃ。本ごときに焦んじゃねえって。この拳で本どもを叩き落としてやるぜ。本棚を倒して飛んでる奴にバシーンと食らわせちゃおうよ。あー、まずじゃあレコさん頼んだ。お、わかったかい？聞き分けたぜ。そこだ！レコは本棚の下の隙間からスマートフォンを取り出した。うるさいスマートフォンを手に入れた。ち、相変わらず操作できねえようになってるぜ。お、なるほど。本はバサバサと音を立てている。本は宙を大きく回り始めた。わ、増えた！なんと別の本が宙へ飛び上がった。増えやがったぜ！なるほどね。こりゃ厄介だ。あー、もううるさいな。貸して、音の鳴るゴミ全部叩き潰してあげるわ。音が鳴ってるものを持ってるんだったら、俺が踏み潰してやるよ。あー、どっちがいいかな。叩き潰すって言っても物がなくない？ちょっとセーブしよう。そうだな。ちょっとひなこちゃんに頼むか。音の鳴るゴミの処理お願いします。スマートフォンは壊れて音が出なくなった。すげえ、ひなこちゃんやる。少しはすっきりしたわ。サンキュー。本は牙をガチガチと噛み合わせ音をさせている。本は大きく回り始めた。また別の本が宙へ、わー、やばい、増える。どんどん増えていきます。カンナ、音の鳴ってる場所がわかりました。取ってきます。え、まだ音鳴ってんの？あー、そうだな。
いや、飛んでるからな。ひらりひらりと避けられそうなんだよね。あー、ちょっと、カンナちゃん、音の鳴ってる場所って言ってもまだ鳴ってんの？音。でも、潰したよね。怪しい匂いがないか僕の鼻で探すにゃん。ちょっと銀くん頼んでいいかな。どう？にょんにょんにょん。いや、火薬の匂いを嗅ぎ分けたわ。火薬だって？見つけたにゃん、サラ姉ちゃん。正体はこれだわ。手持ち花火を手に入れた。こんなものここで使ったら大変なことにならないか。本は牙を見せびらかすように羽ばたいている。本は一斉に早坂に襲いかかった。早坂！なぜ私ばかり。早坂は素早く本棚に隠れ危機を回避した。ナイスナイスナイス。やる。やられるくらいなら奴らを捕まえて元の本棚に戻してみよう。あー、舞ちゃんは？花火があるなら燃やしちゃう？こんなところで火遊びは危ないかな。燃やしちゃいたいけど。本を叩き落としてから燃やそうか。車田さん頼んだ。どう？お、一体倒したね。所詮こんなもんだって。あらら、なんだよそれ。また別の本が来るだけじゃねえか。ああ、そうか。本はまるで鳥のように羽ばたいている。本は誰？次。わお！こんなのまともに戦ってどうにかなるぜよ。ムカつく本だにゃん。降りてきて正々堂々筋肉ゴリラと戦えにゃん。それはそれで困るぜよ。ああ、本には本ぜよ。そこら辺の本を投げつけてぶち当ててやるぜよ。まとめていけそうなのは、これじゃない？本棚をパシーン、本棚を倒して飛んでるやつにバシーンと食らわせちゃおう。これ。ドン！あらららいやへぇ、痛い。アンズ、大丈夫か？ごめんなさい。全然うまくいかなかった。これまずいね。本は周囲を見渡すようにゆっくりと浮いている。本は宙を大きく回り始めた。うわ、増えすぎだよ。どうやら力任せに倒せばいいってわけじゃなさそうだね。ここは図書館だ。礼儀を重んじるべきなのかも。なるほど。じゃあカンナちゃんに音の鳴ってる場所が分かった。あれだ、音、図書館ではお静かにってやつじゃない？カンナちゃん頼んでいい？ありました、これです。カンナは本棚の奥から目覚まし時計を取り出した。目覚まし時計を手に入れた。あれ、どうやって音を止めるんでしょうか。本は互いを見合わせ静かに浮いている。妙な動きね。やばいんじゃない？あー、じゃあランマルくん頼んだぞ。これで終わりだ。目覚まし時計は壊れて音が出なくなった。どうだ、これでバラバラだ。本は早坂の方へ一斉に飛びかかった。やべえ、ごめん早坂。せっかく助けたのにな。ちょっと気づくのが遅かったね。ちょっとカンナちゃん、だってもうレコさんがさ、全部うるさいやつ片付けてくれたと思ったんだよ。違ったわね。いけない、逃げて。来るな！くそ、こっちに来るんじゃない！早坂！ああ、ごめん！やめてくれ！私は、餌なんかじゃ！やめてくれ！スーツ、メガネ、起きてくれな、ねえ。銀！銀の体は小さく震えていた。僕は、
私には、抱きしめることもできない。そうだった!サラちゃん今鬼なんだった。銀に触ってしまえば、鬼が映ってしまう。もう嫌だ。こんな死のゲーム。変わり果てた早坂のように、人間も人形も関係なく、殺されていく。鬼ごっこだって、このままママを捕まえられなきゃ。あれ、首が締まっている。サラ!違う、気のせいだ。わかってる。わかってるだろ!もう何度も、こんなの乗り越えてきたじゃないか!何度も。死にたく、ない。こんなの、なれるわけないだろ!ダメだ、不安な顔をしちゃう。仲間が、見てるんだぞ!私は、みんなの心の支えになってるんだから。カンナに、やらせてください。背中に、手の温かさを感じる。初めて会った時、こうしてサラさんは落ち着かせてくれましたよね。カンナちゃん。何してるんだ、カンナ。やめて。大丈夫です。犠牲になる気なんて、ありません。きっとなんとかします。ママさんを、見つけましょう。カンナ。カンナちゃんの心意気だけ、受け取っておくよ。刑事さんは、カンナの肩をそっと叩いた。あ!元おまわりさんの出番だ。悪い奴は逮捕しなきゃね。待って。みんなの協力が泣けてくる。だしめっちゃ BGM かっこいい。刑事さんのテーマっぽい。おまわりさん。ほら、サラちゃん。君はもう鬼じゃないみたいだよ。私は力強く銀を抱きしめた。サラ姉ちゃん。銀、泣いちゃダメだ。男の子だろ。わかめ頭を探すにゃん。さあ、全員の力が必要だよ。またバラバラに分かれて探索するんだ。ああ、絶対に見つけて終わらせてやんよ。絶対に見つけます。みんな、ありがとう。いやー、ちょっと早坂ごめん、マジで。どうしよう。早坂が、いやー、うーわー。ちょっと別ファイルでセーブします。え、これってさ、ちょっと待ってくれ。どうしよう、どうしたらいい、これどうするべきだ。アンズちゃんを救ったルートで来てしまっているわけなんだけども、どうしよう。わかった。これはちょっと早坂俊介メガネに申し訳ないんだけど、このまま進めます。で、一人、一応死亡者が出てしまっている。もしくはこれからもちょっと増えるかもしれないけれども、その状態で進める、最終章 A パートのエンディングと、アンズちゃんとか早坂さんとか、そういうその死亡者が出るようなイベントの時に、全員がちょっと失敗してしまって、その亡くなってしまう、壊されてしまうっていうエンディングと、全員が生き残っているエンディングっていうのを多分3つあるはずかなってなんとなくちょっと今予想を立てているので、まずはその全員
ダメになっちゃう、もしくは全員生きているっていう状態ではなくて、その早坂さんみたいな感じで、ちょっとこれからももしかしたら一人ないし二人増えてしまうかもしれないけど、犠牲者が出てしまったっていうやつでとりあえず進めていこうと思います。すまん早坂。なんで、23は大事、23は大事よ。部品がむき出しになった早坂が横たわっている。くそ、早坂、せっかくね、そう白状してくれたのに、秘密にしてたことを。ではまず本を集めましょうかね。図書館に同じ色の本があったな。緑の本を手に入れた。ま、中になんか書いてあるぞ。本当か？過去に関する資料か？参考書か？とりあえず奪い取る。過去に関する資料か？まさか、過去に関する資料じゃ。いや、そうじゃない。見ろ。やあ、僕だよ。妨害者に悩まされてる全国のデスゲーム参加者の皆さん、朗報です。なんと、妨害者の中でも最強の人形、メイプルの弱点を教えちゃうぞ。あ、メイプルって、あれだろう、なんか、すごいふわふわした空間にいたパンケーキみたいな、可愛い女の子だろう。背中の隙間さ。これさえ覚えておけば、君も妨害者マスターだ。妨害者の弱点。文章はうざいけど、助かる情報だよな。確かに、最強の妨害者なんて、出会いたくないが。物理的な妨害っていうより、心の妨害をしてくるんだろうね、そのメイプルってやつは。では、下に降りよっか。あ、そうか、下に降りるのはこれで十分か。で、ここだよね。うわー、びっくりした！あら、いらっしゃい。また来てくれたね。サラ、ここはペアじゃないと入れない場所だろ。あ、だからママはいるわけない。その裏を書くと思ったが、そうか、フロアマスターなら何でもできそうだしな。フロアマスターって、ひよりくん？そうだ。なんか教えてくれるのか。ひよりくん。ひよりくん。ひよりくん。怖い、なんか。なんか、様子がおかしかったぜ。とりあえず部屋を探させてもらうか。怖いんだが？これだよね。真っ赤な本。これ、図書館の本じゃないか？それっぽいな。手に取ろう。この本は中身は？別に書いてないか。ああ。残念。もう行っちゃうの？悪い。急いでるんだ。いいの。二人とも忙しそう。大変なんだね。ね、もう二人は友達になれた？友達って、友達になれた仲間だ。普通だ。あんまり好きじゃない。私結構、ランマルくん好きだけどね。仲間だ。仲間だ。私たちは。二人が仲良くなって嬉しい。また来てね。あれ、これは何だろう。これは別に調べられるわけじゃないよね。いや、おそらくあの子がメイプルなんだろうけどな。とりあえず本返しに行こうか。あー、早坂ごめん。赤い本なら持ってた。本を差し込んだ。背中の本の隙間。あ？背中の本の隙間？違う、背中の隙間。で、この2冊の本なんだけど全然心当たりないんだよね。ちょっと探しに行こうか。うわ、びっくりした。みんないる。許さないな。絶対あいつに謝らせてやるわ。ここにはいないね。刑事さんの命がかかってるんだ。絶対に見つけなきゃ。真剣な顔もかっこいいけど、あまり気負っちゃダメだよ。そういえばサラちゃん、図書館の本ってどこかで見かけなかった？え、重要なんですか？ちょっと気になってね。どこで見かけたっけな。まあ教室では見たけどね。学校の教室ですかね。さすがだね。覚えてるんだ。なんだこの会話、いいな。刑事さん、後ろを向いてても私を見てるような気がするんだよね。
背中にも目がついてるのかも。ここにはあと何もなさそうかな。で、オフィスとかにもあったりしないかな。あ、これとか？黄色い本。あ、あったあった。どうやら図書室で借りた本のよう。黄色の本あったね。まあ、そこのパソコンに載ってた健康診断みたいな内容がまとめてあるんだな。なるほど。じゃあ青い本だけど、青い本なんてどっかにあったっけ？4階に戻ってみる？この辺とかに紛れてたりしん？おー、いるいる。サラさん、ちょっと気になることがあるんです。ここの仕掛けで使ったナイフが、どこにも落ちてないんです。誰かが持ってるのか？おー、アスナロの人間が持ってる可能性はあるか？車田は穴に頭を突っ込んでいる。チッ、この奥になんかあるのに、手が届かねえな。何があるんだ？青い本だな。返却期限がどうたら書いてあるぜ。え？マグマが出てきたところなのに、青い本が置いてあるの？惜しけりゃあのプロレスラーのおっさん連れてこいよ。九太郎さんか、どこにいたかな？わからん。ちょっと、周り見てみようか。こことか？あ、いたいたいた。なんか、二人で上向いてる。どういうこと？絶対に見つけようね、サラちゃん。私も頑張る。九太郎さん。よー、何か見つかったぜよ、サラ。そういえば、車田さんが九太郎さんを呼んでたな。九太郎さんが必要です。手の長い人が必要です。黙って私についてきて。後で話す。九太郎さんが必要です。九太郎さん、あなたの力が必要です。よくわからんが、任せとけ。行くぜよ、マイ。行くぜよ。ああ、言ってくれた。いや、九太郎さん必要と言われたら嬉しいでしょう。セーブして。